皆さん、こんにちは。歌手松山千春さんが2015年9月25日にフジテレビ系で放送された「さんまのまんま30周年秋スペシャル」に出演しました。 TBS 系音楽番組「ザ・ベスト10」での山口百恵さんとの伝説のエピソードの真相を明かすとともに、山口百恵さんが引退間際に松山千春さんに残した言葉を披露しました。今回は「ザ・ベスト10」での伝説のエピソードについてご紹介します。さんまのまんま30周年秋スペシャルにて、黒柳徹子さんのトークに合流する形で出演した松山千春さん。黒柳徹子さんが、この人すごいんだからとベスト10伝説に言及しました。テレビ出演を否定していた松山千春さんが、1978年一度だけと北海道のコンサート会場から生中継で初出演した時のことでした。黒柳徹子さんは、なんで出なかったのかというのをずっと説明なさるの。お歌いになる前にすごく長くって、桃江さん歌が入らなかった、桃江さんにごめんって言ったら、いいのよって言ったのと、歌う前にトークが長引き、当時人気絶頂だった山口百恵さんが歌う時間がなくなったという衝撃の事件を振り返りました。歌手1人当たり3分の持ち時間しかない中、松山千春さん1人で8分間も使ってしまったそうです。このことについて松山千春さんは、スタッフがあと何分とか言ってくれないから、これやっていいのかなってとケロリと説明。黒柳徹子さんは、スタジオでどうなるんだろうって見てたのと苦笑いしていました。山口百恵さんは1980年に俳優の三浦友和さんとの結婚を機に引退しました。松山千春さんは、引退間際になって百恵から、やっと歌に自信を持って歌えるようになりましたって言われてた、俺は自信だけはあるよって言ったんだと、山口百恵さんとの秘話についても明かしました。松山千春さんが山口百恵さんの歌を飛ばした事件で歌った施設の中では、山口百恵さんと三浦友和さんが共演したフリコの CM でした。この件については、松山千春さんが2016年放送のミヤネ屋に出演した際にも話していました。司会の宮根誠司さんにベスト10伝説について振られると、謝罪するわけでもなく百恵と呼び捨てにした上に、その時のことを自慢げに話していました。その様子に怒りをあらわにしている視聴者も多かったようです。この前代未聞のベスト10伝説ですが、山口百恵さんが歌えなかったのは、松山千春さんのトークが長引いたのが原因であるため、松山千春さんが悪いという内容ばかりの伝説として語られていますが、その時の山口百恵さんの行動こそが本物の伝説と言えるのです。自分の持ち時間がなくなり歌えなくなった山口百恵さんですが、歌えなかったのは自分が悪かったからと視聴者に思わせるため、番組の回転ドアから慌てて飛び出してきたのです。当然スタッフは山口百恵さんに平謝りするのですが、それに対して、大丈夫ですよ、分かってますからと一言も文句を言わなかったそうです。しかしそれを見た山口百恵さん以外の出演者は怒り心頭だったそうです。自分の歌う時間が飛んだことに文句一つ言わず怒り出すどころか、歌えなかったのはあたかも自身のせいだと視聴者に思わせるとともに、松山千春さんが悪く映ることのないように振る舞う行動ができてしまう山口百恵さんは本物の人格者と言えます。そんな山口百恵さんは、生年月日1959年1月17日生まれ、出身地神奈川県横須賀市、身長158センチ、血液型 A 型、歌手としてだけでなく女優としても活動しています。1972年12月オーディション番組スター誕生で準優勝し、20社からの指名を受けました。山口百恵さんはこの時、発表を聞く前に、私は歌手になれることを確信していたと語っています。同番組への応募のきっかけは、同い年の森まさ子さんがテレビで活躍しているのを見て、自分も森まさ子さんのようになりたいと思ったことでした。1973年4月14日映画「年頃」に出演し、
5月21日にアイドル歌手としてもデビューしました。森まさこさん、桜田淳子さんと共に花の中3トリオと呼ばれました。デビューのキャッチコピーは大きなソニー、大きな新人。1973年5月20日デビュー曲の発売される前日に雑賀屋横須賀店の屋上にあるステージで地元でのお披露目として年頃を歌いました。デビュー曲の年頃はスタッフの期待以下のセールスに止まってしまったので、第2弾の青い果実ではイメージチェンジを図り大胆な歌詞を歌うようになりました。それは1974年のひと夏の経験の大ヒットで大きく花咲くことになりました。これは青い星路線、青天ソングと呼ばれるようになり、年葉のいかない少女が性行為を連想させるような際どい内容を歌うという、この青い星路線で山口百恵さんは絶大な人気を獲得することになりました。1979年10月20日大阪厚生年金会館のリサイタルで、私が好きな人は三浦友和さんですと三浦友和さんとの恋人宣言を突如発表しました。その後三浦友和さんも記者会見で、結婚を前提にして付き合っていますと語りました。そして翌1980年3月7日には三浦友和さんとの婚約発表と同時に、わがままな生き方を私は選びました、お仕事は全面的に引退させていただきますと芸能界引退を公表しました。1980年10月5日に日本武道館で開催されたファイナルコンサートは当日に TBS で生放送され、案内役はザ・ベスト10の司会者である久米宏さんが担当しました。会場に殺到したファンに対して、私のわがまま許してくれてありがとう、幸せになりますとメッセージを言い残し、そして最後の歌唱曲となったさよならの向こう側でこらえきれずに涙の絶唱となり、涙がこぼれても拭わずに顎から涙をポタポタ落としながら歌いました。歌唱終了後、ファンに深々と一礼をした山口百恵さんはマイクをステージの中央に置いたまま静かに舞台裏へと歩んで立ち去りました。この最後にマイクを置くという演出は振付担当の西条満さんの考案で、今では伝説的なアクションとして語り継がれ、さまざまな番組などで真似されていますよね。引退後も常にマスコミやファンからの注目を集めていますが、一貫して芸能界とは距離を置いており、原則としてマスメディアへの出演はしていません。ですが長男出産後の記者会見に三浦友和さんと共に出席されたことや、3時のあなたより取材に応じ、その模様が同番組で放映されたことがあります。また作詞家として作品を提供したことがあり、1982年にアン・ルイスさんに提供したラ・セゾンがヒットしました。いかがでしたか。今回は松山千春さんと山口百恵さんのベスト10伝説についてご紹介しました。この前代未聞のベスト10伝説ですが、山口百恵さんが歌えなかったのは松山千春さんのトークが長引いたのが原因であるため、松山千春さんが悪いという内容ばかりが伝説として語られていますが、その時の山口百恵さんの行動こそが本物の伝説と言えるでしょう。最後までご視聴いただきありがとうございました。コメントを残していただけると嬉しいです。チャンネル登録・高評価もぜひお願いいたします。それではまた。